ときめきメモリアルガールサイド4、七つ森くん地図ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はフリマに行ってきたところですかね。で、あ、今週体育祭かな、もしかして最後の、あ、体育祭ですね。最後は二人三脚で締めるか。お待たせいたしました。ホットコーヒーです。どうも。何？余計なお世話かもしれないけど。じゃあ、いらない。で、何？お姉さんに連絡してあげたのかなって。なんだ、そのことか。イベントの続きね。ちゃんとしましたよ。長電話に付き合わされたけど。そっかよかった。ったく、どうして女子はこう男を子供扱いするかね。子供扱いはしてないけど、お姉さんの気持ちもわかるからかな。今日は体育祭。よし、頑張るぞ。さてと、何の競技に参加しようかな。好きになってから多分やってないね、二人三脚で。うん、二人三脚に出よう。パートナーどうしようかな。のペアまだ見つかってない。うん、よかった。え、こっちのこと俺と組むか。うん。運動パラ低いから下転んだら終わりかも。位置についてよーい。右左右左、右、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 左、あ、マジ？こんなとこで？最大等とか、マジか、これ。息ぴったりだったもんね。やった。息ぴったり、体もぴったり。あらいやいや、何言ってんだ俺は。あんたと気心合うと嬉しさ半分、緊張半分でときめきが止まらない。困った。ときめきメモリアルね。みのるくん、一等賞取れて嬉しいよね。ちげえよ。最後はフォークダンス、そろそろ始まるみたい。次は、あ、みのるくんだ。ミッションクリア。ミッション？体育祭は好きじゃないけど、これだけは外せない。って、両方貸して。今年の体育祭はこれで終了。さて、家に帰ろう。さてさて、今月まだおデートしてないわよね。あ、もう1回しかできないね。まあいいや、とりあえずそう、あ、誘ってくるかなっていうか。もしもし。あ、みのるくん、藤谷です。今電話。大丈夫、待ってたし。何？あのね、6月18日に臨海公園に行かない？行くよ。じゃあ6月18日にハポトケーキで待ってるね。
ああ、じゃあまた。待って。え？いや、ごめん、話すのはデートの日まで取っとくわ。またな。やった、早く6月18日来ないかな。今週はバッチリ。マリーと遊ぶのって超楽しい。やったね。はい、じゃあ今日は臨海公園に行ってきたいと思います。遅れちゃった、ミノルくんは。あ、もう来てる。ごめんね、お待たせ。待ったよ。なんだよ、すげえ心配するし。ごめんね。あ、いや、でかい声出してごめん。俺こそ冷静になるよ。何？好き？俺の体。ほう、それでおねだりされたら。断れない？いや、無理なもんは断るけど。けど、今の上目遣いで来られたら、ちょっと自信なくなるわ。やった、ミノルくん気に入ってくれたみたい。遊覧船に乗りたいな。オーケー、行こうぜ。ん？手相占いっすか？やっぱ360度大パノラマには写真じゃ伝わんないものがある。じゃあこれでときめき会話ですね。写真のことばっかり。拗ねてんの？だってせっかく二人でお出かけしてるのに。デートな。そうだよな、ごめん。なあ、写真撮んない？え？二人で一緒に写ろう。もちろん SNS 用のじゃなくてプライベート用にだぜ。いいの？いいよ、二人だけの秘密がまた増えるけど。またいやらしいわね。あら、いいね、その表情のまま。最高の一枚撮れました。ありがとう。楽しかったとかそんなありきたりの言葉じゃ済まない。どう言えばいいかわかんねえよ。で、なんかホタルの住処なんですけど、あと4つかなあって、で、そのうちのなんかナンバーとペアルックは多分普通に見れるんですけど、なんか普通何もしてなくて見れるはずの2つがなんか去年からずっとそうだけど、なんかずっと何回やっても出てこなくて、もしかしたらなんか書いてないけどこれ7じゃないと見れないのかなって、あまりにも出てこないから。なんかちょっともう運っていうレベルじゃないぐらい出てこないから。だからちょっとその2つだけ差し替え7でやってる方のデータでちょっと撮ったやつを編集して入れようかなと思います。そんなこと本に書いてないんだけどね。あんまりにも出てこないんで、ちょっとこれは多分おかしいと思う。ん？まだ離れたくないんだ。時間まだ大丈夫ならもう少し付き合ってくれるか？うん、大丈夫だよ。よし。何？俺も好きだ。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。おやすみ。ん？俺だってまだ帰りたくない。
ミノルくんに送ってもらっちゃった。よし来た。見つけた。ミノルくん、どうしたの？今度の日曜日、予定空いてる？うん、空いてるよ。公園通りでウィンドウショッピングする？それはしないよ。ボーリング場行ってみる？ちょっと体動かしに。あ、ならいいでしょう。ダーツ用事あるしで。うん、行く。よし、当日はどうする？じゃあ駅前広場でどうかな。 OK、 日曜日寝坊しないように。ミノルくんこそ言うね。心配ご無用だ。じゃあ。ミノルくんにデートに誘われちゃった。日曜日が楽しみだな。今週はバッチリ頑張ったよね。ほんと、あんたとは気が合う。あっという間に時間過ぎていくし。やったね。はい、じゃあ今日はボーリング場に行ってきたいと思います。遅れちゃった。ミノルくんは、あ、もう来てる。ごめんね、お待たせ。待ったよ。なんだよ、すげえ心配するし。ごめんね。あ、いや、でかい声出してごめん。俺こそ冷静になるよ。何？こっち。もっと来て。おお、ワイルドだね。このファッション、どうかな？女子で、そういうのクールに着こなせるのは憧れる。男から見てもかっこいい。やった、ミノルくん気に入ってくれたみたい。お、早速その色取り入れてるんだ。あ、気づいてくれた？もちろん。あんたに似合ってるし、こうでもうまい。さすが。ミノルくんに褒められた。ボーリングとダーツ、どっちやる？ダーツコーナーがいいな。オーケー、行こうぜ。ん？腕組むか？俺の番か。これブルに入れられるか、なんかかけてみない？じゃあこれでときめき会話ですね。考えておく。オーケー、じゃあ行くぜ。きた、ダブルブル、ゲット。すごい。イエーイ。はい、ハイタッチ。あー気持ちいい。で、賭けの商品は決まったかな？それはまだ。じゃあ俺が考えましょう。そうだな、案外思いつかないものでしょ。いや、思いついてはいるんだけど。え？何？言ってみて。全言撤回します。賭けはなし、やめよう。いいの？いい。これ言ったら絶対後悔する。俺って結構スケベさんだったわ。知ってるわよ。スケベさん。帰りたくねえし、一日じゃ全然足んないよ。ん？エッチな目。時間まだ大丈夫ならもう少し付き合ってくれるか？うん、大丈夫だよ。よし。何？キス、あんたからしろよ。
ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。おやすみ。ん？話したくないけど、分かってくれ。ミノルくんに送ってもらっちゃった。ちょっと本当はバイトをのコマンドをや30回すると出てくるっていうイベントがあるんだけど、平日寝てるせいもあってかなかなか遠いな。ちょっと本当は今回で見るつもりで行ったんだけど、なんか無理な気がしてきたな。ちょっとこれは次かな、もしかして。だったらカラオケに行ってもよかったな。まあいっか、とりあえずお誘いしよっかな。多分無理だからカラオケ行っちゃうか。それ今回のデートで行かないか。いっか、もしもし。あ、みのるくん、藤谷です。今電話。大丈夫、待ってたし。何？あのね、7月9日にカラオケボックスへ歌いに行かない？行くよ。じゃあ7月9日に駅前広場で待ってるね。ああ。じゃあまた。待て。え？いや、ごめん、話すのはデートの日まで取っとくわ。またな。やった、早く7月9日来ないかな。明日から期末テストだ、頑張ろう。結果が張り出されてるみたい。見に行ってみよっと。前回よりは落ちたかな。あ、前回より結構落ちましたね。まあまあ、結構いい順位。学年トップクラスか、かっこいいな。あ、みのるくん、俺はこっちの土俵じゃ地味で無口な七つ森のイメージそのままか。はぁ、少しは頑張んないと、いつかあんたに愛想つかされる日が来んのかな。やばい、それは。私ももう少し頑張ろう。ミノル君も頑張れ。はい、じゃあ、今日はカラオケに行ってきたいと思います。ちょっと今回のときめき会話はなんかちょっと良さげ、かなり良さげなんで楽しみですね。ちょっと早かったかな。あれ、ミノルくん早いね。よ、ずいぶん早いよね。まさか寝てないとか？寝てない、今日が楽しみすぎて眠れないとか、ガキみたいでおかしいよな。何？大胆。あれ、なんか雰囲気が。ちょっと背伸びしてみました。あんまり見られると恥ずかしいけど。ああ、それでか。なら堂々としてろよ。大人コーデで俺を魅了してくれるんだろ。ぬるく気に入ってくれたみたい。今日は何から行くかな。リクエスト受付中。本当？じゃあね。何？キスするぞ。リクエスト受付中だもんね。この部屋
案外密室だよな。おお。じゃあどれでもいいね。じゃあこれでときめき会話ですね。ドキドキすることをしてみる？挑戦的で、具体的にどんなことすんの？おお。もっと近づいてみるとか。こう、顔が近い。どう、ドキドキしてきた？うん、すごくドキドキするかも。俺も。みなるくん、やっぱりかっこいいな。あんた、やっぱりかわいいね。お、なんだこいつら。なんだこの。バカップル。心を読まれた？ん？俺、かわいいってこと？かっこいいなって。ああ、そっか。密室ドキドキ終了、終わり。なんだこりゃ。やばい、もう歌どころじゃないしね。え、ちょっとどういうこと？移動するの？確かにちょっと刺激的すぎたかも。楽しかったとか、そんなありきたりの言葉じゃ済まない。どう言えばいいかわかんねえよ。何？こらこら、時間まだ大丈夫なら、もう少し付き合ってくれるか？うん、大丈夫だよ。よし。何？キス、あんたからしろよ。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。おやすみ。何？話したくないけど、分かってくれ。みなるくんに送ってもらっちゃった。いや、これはもう。飛ばしちゃった。あれ、ミノルくん。あんたか。今日は日直？そう、日誌を職員室に届けたら終わり。お疲れ様。うん、じゃ。この音は。ミノルくん。はい。今何か落としたんじゃない？あ、またパスケースだわ。サンキュー。ったく、お前まで落ちなくていいから。西本スター？あと1回ぐらいデート行けるかな。もしもし。あ、ミノルくん、藤谷です。今電話。大丈夫、待ってたし。何？あのね、あ、誘ってくるのここかな。ちょっとそしたらブロックして花火大会を誘いしてもらおうかな。お化け屋敷。
7月30日に遊園地へ遊びに行かない？行くよ。じゃあ7月30日にバス停で待ってるね。ああ。じゃあまた。待って。え？いや、ごめん、話すのはデートの日まで取っとくわ。またな。やった、早く7月30日来ないかな。あ、来月のお誘いをしていきますかね。そしたらそうだね、もしもし。あ、みのるくん、藤谷です。今電話。大丈夫、待ってたし。何？あのね、終わるかな。8月13日に海を泳ぎに行かない？マジか。ちょっと予想してたんだけど。8月13日に海を泳ぎに行かない？マジか。青の洞窟はまあまあ好きじゃん。8月13日に海を泳ぎに行かない？マジか。まあまあ断るね。8月13日に海を泳ぎに行かない？行くよ。よし。じゃあ8月13日に羽ばたき駅で待ってるね。ああ。じゃあまた。待って。え？いや、ごめん、話すのはデートの日まで取っとくわ。またな。やった、早く8月13日来ないかな。お誘いしてばっかりだけど、今日もお誘いしますか。もしもし。あ、みのるくん、藤谷です。今電話。大丈夫、待ってたし。何？あのね、8月20日に遊園地へ遊びに行かない？行くよ。じゃあ8月20日にバス停で待ってるね。ああ。じゃあまた。待って。え？いや、ごめん、話すのはデートの日まで取っとくわ。またな。やった、早く8月20日来ないかな。はい、じゃあ今日は遊園地に行ってきたいと思います。あれ、デートの待ち合わせ場所ってどこだったっけ。ちょっと金鮭ちゃん来ちゃうかしら。来ないでほしいんだけど、今回は。まだ来てないみたい。まだ来ない。もしかして私、待ち合わせ場所間違えてる？ミノルくん、遅いな。悪い、待ったよな。ううん、大丈夫。そんなに待ってないから。怒ってもいいんだぜ。そりゃ怒らせたくはないけど。ごめんな。ん？久しぶりだな、なんか。こっちが遅刻してばっかだからな。俺たちラブラブですな。会う。そっか、あんたにはそういうのもありなんだ。え、今日のファッションのこと？ああ、そのジャンルはスルーしてたけど、あんたが着れば好きになりそう。よかった、うまく着こなせたみたい。さて、何をチョイスしますか。お化け屋敷に入ろう。へえ、いいんだ。じゃ、行きますか。何？
俺も仕返しするぞ。あんたが決めたんだからな。後で泣き言言っても俺笑っちゃうからな。墓地コースの人玉やたらいっぱい飛んでたな。じゃあこれでときめき会話ですね。ええ、何その反応。いたじゃん。そんなに多くは見えなかったけど。いたよ。100個くらい湧いてきたじゃん。嘘、数十個だったよ。冗談、そうやって俺を怖がらせようったって。まさか本物。なんだよ急に。あそこ池があったよね。もしかして水面に反射してたのかも。あ、そういうことか。あいつらめ、俺をビビらせようなんて100年早いぞ。ミノルくん結構怖がってたんだね。楽しかったとかそんなありきたりの言葉じゃ済まない。どう言えばいいかわかんねえよ。ん？なんだ？どうした？時間まだ大丈夫ならもう少し付き合ってくれるか。うん、大丈夫だよ。よし。何？手つなぐ。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。おやすみ。何？マジここでする気？みのるくんに送ってもらっちゃった。はい、ということで今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。